おはようございます。いきます。朝活いきます。今日練習が14時からなので午前中はフリーです。帰ります。ナイスです。練習行きます。練習終わりました。帰ります。今日寮のご飯が出ないのでスーパーに寄って夕食と明日の昼食朝食の食材を買って帰ります。寝ます。食後練習の振り返りをしてたんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、この内容はいいとして、最近思うのは認知行動療法っていうところのスキーマ、自分の無意識の部分にある認知の歪みみたいなのを一個一個修正していくことも大事だなと思ってます。身体操作とかスキルを向上させるとか、まあ、そういった部分ももちろんやるんですけど、来るとやっぱりフィジカルの差っていうよりは認知部分で大きな差があるなっていう風に感じてて、このスキーマってやつ、こう無意識の領域にあるんで、自分じゃなかなか分かりづらくて、だから練習の動画を見返して客観的に自分の動きを見たり、コーチに話を聞いたり、あとはトッププレイヤーの動き見て自分との違い、なぜ違うのか、どう違うのか、その違いは何で生まれてるのか、その動作は何で発生してるのか、そういった部分を改めて追求していく。面白いです。できなかったことができるようになる、それが成長です。おはようございます。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。最高の一日に行きます。練習行きます。今日はこの後10時から練習した後、午後チームのピッチ外での活動あるんで、それに参加します。時間が結構短いかもしれないです。間の時間が、練習終わってからなんで、今のうちにご報告。練習終了しました。今から明治安田生命さんの研修会の方へ参加させていただこうと思います。昼食食べて、練習終わった後昼食食べてシャワー浴びて、で髭剃って身だしなみ整えて、今です。時間があんまないんでやや慌ててます。行きます。終わりました。明治安田生命様ゴールドパートナーなんで、今シーズンから。緊張した。人前で挨拶するの緊張する。帰ります。パワーアップります。おやすみなさい。昼活行きます。帰ります。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。行きます。練習行きます。練習終わりました。今
練習会場が前橋総合運動公園っていう場所だったんで、この後クラブハウス下増田の方に移動して昼食とって筋トレします。行きます。練習終わりました。ナイス。トレーニング終了です。帰ります。今日1時半過ぎに昼食を食べ終わって、1時間空けて2時半から筋トレをしました。あとまあスプリントで、その後お風呂入って今の時間に至ります。昼活いきます。夜活行きます。帰ります。寝ます。英語の勉強の飛躍を図りスタディサプリ始めました。面白いです。人に教わる、文法とか長文読解とかそういったものも学ぶことで英語の能力を上げていく。勉強します。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。行きます。練習行きます。練習終わりました。昼食取り行きます。昼食食べ終わりました。帰ります。20分パーナプリます。おすみなさい。昼活いきます。寝ます。今日お昼に行ったお好みダイニング奈良、めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。概要欄に URL 貼っとくんで行ってみてください。本当にランチのイタリアンチキン丼食べたんですけど本当に美味しいです。ごちそうさまでした。寝ます。おやすみなさい。